その辺を乗り越えてやり込みやがったんだな。出る時は悠々とここから出たんでましょうね。そしてここで刃物を洗って。百両盗まれたにそういうございません。どうしてゆんべに限って隠居の他に誰もいなかったんです。はい、もともとこの隠居所は女中との二人暮らしでございますが、昨夜はあいにくと手前方へ工事のお泊まりがございまして、うん、寝転んでも借りたいほどの忙しさで、つい女中を手伝いに行くしまして。で、その女中が今朝方帰って初めて分かったというわけなんですね。はい、仰せの通りで。じゃあその女中を呼んでいただけませんか。はっ。じゃあお前さんも百両の金を隠居が床下に隠していなすったのを知っていたんだね。はい、それも昨日初めてでございます。どうして死なすった。実はご隠居さんが彦兵衛さんに話しておいでになりました。彦兵衛って誰だね。あの隠居は地域にしておりました橋本町の駒物屋なんで。うん、その駒物屋と何のために話をしていたんだ。知ってるだろう、詳しく言ってくれ。はい、彦兵衛さんは自分では大阪者だと言っておりますが、本当かどうかは分からないんでございます、うん、それを隠居がひいきにしていたんだな。どこが気に入ったものか、まるで自分の子供か何かのようにして、私も常々それとなく意見をして。それでどうした。そのごひいきになるのまた彦兵衛さんがいいことにして、いつも商売の元でとか何とか言ってはいくらかずつ借りていかれました。それはその都度返すのか。いえ、存じません。で、ちょうど昨日でございました。お昼ごろ参りまして、実は掘り出し物がございまして、これを手に入れると相当の儲けが間違いなくあるんですが、何しろ急なことで現金が手回りかねます。毎度恐れ入りますが、百両ばかり月末まで立て替えていただけませんでしょうか。と申しますと、ご隠居様がしばらくお考えになって、他ならぬあんたのことだし、その百両のお金も本当はこの床下にあるんだけれど、実はこのお金は御門跡様へお納めしようと前々から取ってあったお金だから、とお断りになりました。その時彦兵衛さんの目がなんだかギラリと光ったように思いまして、なんとはなしに気味が悪かったんで、お茶を持って入るのを思わず立ち止まったのを覚えております。確かに彦兵衛に相違ないと存じます。第一、他にあの百両のことを知っている者は一人もございません。よし、すぐさま召し取れ。へっ、召すもない。なんで私がそのような大それたことを。黙れ。いかに白を切ろうと、お上の方ではすでに全てのことはお調べ済みじゃ。第一、その方以外に百両の一件は一人も存じておらぬと申すではないか。いいえ、恐れながらそれはあまりのおっしゃりよ。百両の件も私以外にもそれは。誰か他に存じていると申すの。はっ。さあ、割手に申してみ。例えば、そこにおります女中のおもとにおきましても。これ、別荘のこと。はい、これは子供の頃からうちにおりますもの。盗人武田家とはこのことにございます。何でも四国兵衛に相違ございません。いいえ、いかように仰せられましても、そのような気は。いささかも覚えございません。五条春と拷問にかけてでも白状させてみせるぞ。そんな無茶な話があるかい。いくら分かるのご意向か知れねえが、お前のねえもの、そして何だろう、本当の下手人が上がった時はご苦労であった。かなんかと引っ張らすんだろう。それは仕方がねえじゃねえか。それに第一、立派な証拠があるって話だ。証拠。うん、冗談言うね。あの宿屋の隠居おるしょ、立派な下手人がここにあるんだ。それ言って誰だ。うん、俺らあの晩痛っ。何しようで、どれで。おう、兄、今の話だ。そいつは言って、どこの誰だ。おう、ちょうどあの晩、おいには痛っ、痛っ、痛っ、うわっ、何しようで。てめえことは何しようで、何しようで。おう、俺はてめえのその仕込み事案が気に入らねえんだ。俺はまたおめえのおっちょこちょいの出しゃばりが大嫌いだ。何を。そうじゃねえか。俺がはっきりあの棒人者と分かってりゃ俺だって江戸っ子だ。人は何を見て知らん顔もしちゃいらんねえ。だけどおめえ
お互いに相手らしいというだけじゃねえか。そんな曖昧なことで人殺しの関わりになってたまるもんか。いや、曖昧じゃねえ。確かにあの浪人に違えねえんだ。あれ？おめえいつあの浪人に決めたんだ。たった今決めた。俺の勘は一度だって狂わねえんだぞ。おう、待てよ。ついでだ、奴の様子を探ってみよう。よせよ。なんでだってお前相手侍じゃねえか。侍がなんで。ビクビクせずについてこい。おおおお。どこまでてめえおちょこちょにできてるんだ。誰だ？なんだい、貴様たちか。どうしたんじゃ。あの、その、ちょっと、ものを尋ねに。何？実は、この空き家を、角でお世話願いたいんで。おお、話してやってもいい。何しろ、首くくりがあってから、長い間の空き家だ。店賃も安いだろ。首くくり、いや、もう結構です。結構です。あ、大層よくお手入れができますね。うん、ここ二三日、ちょっと芽が出たのでな。お、ガラリ。そりゃ、考えようによりゃ、あの造作も怪しいとは思えんこともねえが、俺はあの浪人者の言ったことがどうも本当のように思えんだかな。届けるって初めは大家さんにも言ってくんだろうな。お、とにかく一度大家さんに相談してみような。ゴンザ、おめえ無実の証人がどんなことになるか知ってんのか。ほらいいよ、俺は一人もんだし、弟のやつは男だ。何度でもなるよ。だがおめえ、当てに残ったお母さんがかわそうと思わねえのか。じゃあてめえをどうしても届けねえと言うんだな。俺は届けねえ。届けねえでも済むこった。それじゃ相手が気の毒じゃねえか。そりゃ仕方がねえ、その人の因縁だ。因縁でもかわいそうすぎるわ。黙ってりゃ分からねえじゃねえか。よくのねえやつだな。すけ、てめえは案外悪党だな。お前さん。うん。お、さ。なんで、お、お。ちお前さん、馬鹿正直すぎるんだよ。そんなにだからいつまでたったってうたつが上がらないじゃないか。ん？言って何のこと言うんで。隠したって知ってるよ。何か拾ったんだろ。あれ、いつ俺が金拾った。そう隠さなくてもいいじゃねえか。別においらいくらくれても嫌しねえよ。バカ野郎、とんでもねえ勘違いしてやろう。お宝じゃない。じゃあ何拾ったのか言っとくれ。現在連れ添いの主に言えないことはないはずだから。わからねえ雨だな。俺は何も拾やしねえよ。人聞きの悪いこと言うねえ。じゃあ届けの届けなのって一体何の話だ。細かそうだって知ってるよ。なんて言ったらわかるんだってみや。じゃあ水分が明快にする。やでよ。俺何？てめえのような執念深い野郎は踊るなんて思っちゃしねえ。聞けよ、
俺らとめのような御用気やろうを兄と思ってねえぞ。バカ野郎。やったね。さあもっとやってくれ。どうなったくれ。うるせえ。まだ吠えやがると島にはピタッとぞ。あ、殺しておくれ。会社あったら殺しておくれ。横地の黒いぶちと少し訳が違うんだからね。だからもめ、黒いぶちは俺の顔を見りゃ尻尾振るだけでも可愛いや。そんなにぶちは可愛いけど、一緒に呼んだって黒いぶちを尿でも何でもするがいいや。この下等め、もう勘弁ならねえぞ。負けてたらめ、殺してやるんだ。今日は遅くなですな。また隣のろくでなしが巨大化してやん。バカ野郎、野中の一軒家じゃねえぞ。こっちは米食う人間がいるんだ。それほど喧嘩したくれ腹っぱい出て、噛み合いでも殺し合いでも勝手にしろれ。するのは俺の勝手だ。いちいちてめえたちの差し続けるけ。それ覚えとけ。こっちが弟と喧嘩するのも勝手だ。ざまみろ。ちくしょう。ふざけてるのだ。こうなりゃてめえの相手だ。よし来た。表出ろ。逃げるなよ。あ、お前さん。だいぶ派手じゃな。やろう、くれよ、くれ。お。しっかりやっとくれ、お前さん。お、兄貴。おはようございいいお天気で。これから面白そうになんだ。さあ、二人だ、二人だ。さあさあ。こいつのために、かかあの野郎には痛くねえ腹は探られるし。大家さんには怒られるし。俺だって同じだな。今日で口や災いのもとだな。かごや、早くやらんか。え、の、行こうぜ。だがどう考えてもかわいそうでならねえ。それは仕方がねえ。何度も言うだが、それもこれも因縁だ。てめえみてえな悪女のやつは知らねえ。拷問で攻め殺されてもすりゃてめんちへ化けて出るぞ。何が化けて出るんで。私当年4月5日夜9つ頃、金手ひいきを受けたる暴露町二丁目、片小屋米屋一郎兵衛隠居方に忍び入り、ますなる老女を殺害なし、金百両、盗み取りたる者に相違ござなく候。享保3年5月5日、摂州大阪高津生まれ、当時橋本町二郎兵衛棚、駒物屋彦兵衛42歳。以上、その方の聞き取り書きじゃ。それに相違ないかどうじゃ。恐れ入ります。不届き者め、
竹類でさえも三日かえばその恩を知るぞ。しかるにその方、江戸へ入府以来なみなみならぬ恩子を受けたと申すではないか。恩をあだで返した任費任命、江戸始終引き回しの上、鈴の森にて獄門を申し作るぞ。ありがとうございます。一度立ちませ。へっ、はあ、立て立て立て。石子様が。ただいま駒込彦兵衛お仕置き、お指図通り相次ぎましてございます。ついてるじゃねえか。大船に乗った気で ついてきなよ。なんで、で、それ。おう、峰助寿、おめえが届けねえというばっかりに、とうとうかわいそうに無実の仕置きだ。もうよせ。いくらおいらが届けねえたって、そこは商売商売だ、わかりそうなもんじゃねえか。大岡様、大岡様と世間じゃ言うが、本当はわざわざでもねえんだぜ。当たり前で、水天狗様ならいいと知らず、大岡様だって人間じゃねえか。おいらだってゴブとゴブで。だが、川向き獄門なんておいら聞いたことがねえ。ひでえことを知るなら。それもみんなてめえのためだ。これでてめえにたたりがなきゃ嘘だぜ。冗談言うね。いや、本当だ。今日あたり帰ってみね。八の野郎が駒込屋宿兵衛に見えるかもしれねえ。師匠、気持ち悪いこと言うね。もし鴨屋様、ゴンザ様、スケジュー様、ちょうだいね。スケジュール。
けから。ちょっと波に飛び流すとゆっくり遊んで大家さんのお振る舞いをいただかせてほしいと存じますが、何分このお盆を逃がしますとこれがつながってしまいますので。商売商売で仕方がない。お前さんの盆はな、取っておくか。ありがとうございます。せいぜい稼ぎなされ。あ、もしちょっとものお尋ねいたします。足に惚れるのやっぱりと頭を握る。ちょいとだけ小屋のとか、よいよいとだけ小屋のとか。だけでも一昨夜鈴ヶ森のお仕置き場へ忍び込みました。お二人様、あそこでお二人様にお目にかかったのは必ず仏の手引きでございます。どんな入り分けがあったのかどうぞお教えくださいまし。この通りお願い申します。ねえ、何かあったのかい。ねえ、お願い申せば必ず教えていただけるものと、それを頼みにおとといから籠屋で権座さんに助十さんというのを当てに江戸中を駆けずり回ったのでございます。もうこの上は私を生かすも殺すもあなた方のお心一つでございます。いっそ申してっちまうか。だって今さら。ねえ、何度足を投げて言ってあげよう。私も気になるから。おい、もし江戸っ子は万歳長兵衛のような方ばかりと聞いてまいりましたが、それではあまりにお情けのございます。ちくしょう、一番いると決めた。バカ野郎、なんで君たちは止まらんだ。
今まで隠しておくという方が、バカバカも大バカ野郎のコンコンチキだ。いえ、わしは初めから届けようと思ったんですが、スケの野郎が、バカ野郎、思った時の欲に立たねえ。彦兵衛さんもな、見殺しにしたのは、こいつの二人だ。いわばお前さんのお父っつぁんの仇だ。構わねえから、ここで立派に仇を打ってやるね。とんでもねえ。俺たちは知らねえ。仇は、かなり勘十郎だ。勘十で。そべ、待て。それは許してやる。が、その代わりこれからのうち、彦三郎さんのお味方をするか。乗りかかった船だ。まあ今日で。いいようにしておくんなぜ。ゴンザ、スケジュ、その方たち、存じおるだけありていに申し上げてみよう。へい。お前から言う、冗談言うね。俺ら初めから言わねえ役だ。だっておめえ。ああ、こりゃ、ゴンザ。まずその方より申してみよう。へい。では申し上げます。ちょうど曝露町の旗小屋の隠居卸しのありましたが、おい、スケ、あれはいつだったっけな。俺ら知らねえ。冗談じゃねえ。現在おめえと。へい、その晩でございます。何でも9つ過ぎた頃、このスケジュールと明日が遅い仕事から帰ってまいりまして、曝露町の横丁へ差し掛かりますと、ほっかぶりをした一人の背のひょろ高い野郎が天水桶で何か洗っている様子でした。透かしてみますと、どうやら浪人風で、どうも着物の袖を洗っているらしいんで、それだけなら何とも思えやしやせんが、そいつがぬきみを持っておりやした。うん。で、そやつの面点に見覚えがあったのか。へい。それがどうも、そこにおりやす黒川勘十郎って浪人らしかったんで。おこりゃ、気をつけてものを申せ。らしかったとは何事じゃ。スケジュール、今度はその方が申せ。へい。どうじゃ、くせ者は黒川勘十郎に相違なかったのか。それがどうも。へい。申さんかい。あれほど相違ないってはっきり言っていたじゃねえか。そんなことありながら言った覚えがねえや。聞こえ。へい。ような曖昧なことでくじがなると思えおるのか。次第によれば重罪を申し付けるぞ。え、兄貴はしばらく見たって。木の上ではそう出とるんじゃが、あった、本当を言うと俺の派遣なんか当てにはならんのじゃよ。まあ、いやだよ、お父っちゃん。そんなのかい。あ、こりゃ、勘十郎。両人はそのようなくせ者が、その方に相違ないと申しおるが、申し開きができるか。恐れながら申し上げます。一寸先は闇とは申しますが、世の中がこんな恐ろしいものとは、今日ただいま初めて存じましたような次第で、何がための言いがかりやら、手前、あの両人が恨めしゅう存じます。ことに噂によって承知いたしましたが、盗まれた百両とやらのありかは他人が絶対に存じますなんだよし、この一言にてもご検察をお願いいたします。勘十郎は存ぜぬと申すぞ。どうじゃ。
に相違ございません。お願いいたします。両人に直談をお許しくださいませ。うん、許す。話してよかろう。ありがとう存じます。ゴンザ、スケジュール、それほどその方たちが拙者だと言い張るのなら、定めしはっきりと拙者の顔を見たのであろう。さすればきっと着物の縞柄も覚えているであろう。さあ、言えるなら言ってみろ。言えないのかどうじゃ。言えないほどのぼんやり覚えで拙者に無実の言いがかりをつけようといたすのか。いや、覚えてる。おめえは喜八郎の着流しにお何度剣士を伸びて赤鞘の長いやつ一本刺していた。お聞き及びの通り、闇夜にそれだけはっきり物が見えますわけがございません。もとより根もなき偽りごと、何分のご検察を願います。当屋が闇夜であるしこと、その方ひよく存じておるの。え？これは寮に、ただいま勘十郎の返答を聞いたであろう。それでもその方たち、勘十郎にそういないと言い張るのか。だからあっしは初めから。黙れ。いやいやい、なんでつらしやんで、天使は酒を買ってこいってのをなんで買ってきものだ。どんな裏棚でも、一軒の主が酒ぐらい飲むのは当たり前じゃねえか。一軒の主だな、主らしく、酒を買う税の50でも100でも、身を揃えて誰か見せよ。その銭にはねえから、てめえに頼むんじゃねえか。わからねえ、下道だな。下道？下道でも灰菜でも、もう七草は何もないんだからね。何をするのさ。お前だの、スケジュールなんてやつはただ食った方があるもんか。あん時ロライドをぶち込んどきゃいいものを長男預けたなんて、無事に帰って起こしたお奉行様の気が知れないよ。いやいやい、ふざけるねえ。あの時てめえは一粒十六文という人の涙をこぼして、おいおい嬉し泣きに泣きやがったじゃないか。大岡様ありがてえと手を合わせたの忘れやがったのか。あん時あん時さ、こんな手近で吹かしてわがまま気まま言われちゃ、あたしだって虫が生じないからね。ああ言えばこと、てめえのように亭主を見くぐる穴世間にねえぞ。お前のように女房いじめる亭主もね。何？うん、今日こそ勘弁ならねえぞ。じゃんで勝手しようね。
どれどころばらいか島流しだ。てめえたちは知る目が、浪人者の勘中は昨日年賀で無事に消されたぞ。それは本当か、本当か。いやいや、てめえ、俺たちは担ぐんじゃねえだろうな。べらぼうめ、そんなといんなら俺じゃねえ。まあ、かれこれ言うことはねえや。浪人のうちを乗せてきてみろ。今頃花歌で祝いだと飲んでね。冗談も休み休みで、あいつは消される。お前さん、やっぱり人違いだったのか。いいか、江戸の町を出るまでなるべく顔を隠していくんだぜ。落ち合うのは川崎の私は、時刻は日暮れ、間違うなよ。だけどそれまでの一人旅は心細いね。という柄でもあるまい。うっかり江戸の町が二人で歩けると思うのか。そんなに危ないのかい。でもお奉行所では疑いが晴れて。あるいはそれが本当かもしれんが、相手は大岡越前の神だ。こんな手があるやもしれん。いずれにしても用心だ。それにしてもお前さんの方は大丈夫かい。うん、俺は役人たちは東へ行くと見せかけてお前の後を追うんだ。いいか、間違うなよ。あいにく大家さんは留守なんだ。困ったことになったね。お前さんどうすんの。どうすると言って、俺も面食らった。おい、スケジュ、どうも困ったな。だから俺が初めから寄せと言ったんだ。だのにてめえがおっちこっちの出さばいたからこんなことになったんだよ。それだから俺だって勘十らしいと合間に言っておこうと思ったんだが、助、おめえもお知らせでははっきり勘十でございますと言ったぜ。それはお奉行様が言わなきゃならぬようにしたんだよ。俺は何も好き好んで言ったわけじゃねえや。好んでようが夢が一体以上同じこった。おい、どうしよう。おい、八、なんとか工夫はねえかい。それ見ぬ、めめの体に血がついてるんじゃないか。巨大なんかでもねえだろ。本当になんとかならないかね。所払いに島流しか。やっぱりあの時寄せばよかったんだ。いやい、こんざ俺は てめえを一生恨むぞ。やかましい、この野郎破りかぶれだ。大岡でも勘定でも槍でも鉄砲でも何でもかんでも出てきやめ。ところばらいはなんて、島流しはなんて。お前さん、しないんだろ。やい、おい、これはしないんだろ。権座に助十殿はおられるか。拙者、思いもかけぬ災難で半月余りを暗いところで暮らしたが、天灯は見通しで昨夜元の体になれました。ついては権座殿と助十殿に一応。お許しくださいまし、申し訳ございません。どうかお許しになってくださいまし。いやいや、頭を上げて。何もそう改まって詫びることもない。さあ、手を上げて。手を上げて。いや、これというのも、拙者は常日頃の身持ちが悪い家じゃ。黒川勘十郎は泥棒でもしそうなやつだ。人殺しでもしかねないやつと思われていたためだ。誰を恨むでもない。かえって身の信用をしたと、二人に礼を。そんなにおっしゃっちゃ。いや、本当、本当でござる。
拙者は今度という今度つくづく考えました。なるほど、江戸は生き馬の目を抜くとはよく言ったもの、どこに落とし穴があるやら、もうこうなっては恐ろしくて表も歩かれぬ、夜もおちおち寝られぬ、周囲の人間が皆が皆まで恐ろしくなってきました。いや、こうした悟りを得たのもそなたたちのおかげと。ついてはもう江戸に一刻もいることが恐ろしくなったゆえ、国表の水戸へすぐさま帰ろうと思います。ところで江戸を離れるまでまたどんな災難に遭うとも限らぬ。そこでお願いじゃ。今度のことも何かの縁じゃ。江戸を離れるまでそなたたちの籠で送ってはくれまいか。せっかくではございますが、二人ともあれからずっと長男預けになっておりますんで、仰せに従うわけにはまいりません。何？しかし別に厳しく見張りがついているというわけでもなし、それにそれぐらいの義理は拙者に対して。いいえ、お上の仰せは曲げられません。黙れ、その方に言っていねえわ。ではどうじゃ、その方たちの知り合いに足の速い確かなものはないか。兄貴、断れ断れ。何？そうじゃねえか、こっちが悪いって思いこそ平君のように謝ってんじゃねえか。それに変に切り口上でよ、闇火じゃあるめえし、侍なら侍らしくやってもらうじゃねえか。そうだ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 、つけ男らしく断るじゃねえか。へえ、お詫びはお詫び、ただいまならはっきりお断り申します。そうだ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 。待て、おい、マジ、無礼ですぞ、容赦せんぞ。何を、こんなのやめかぶれだ。お、どんだ、お、みんな、手を貸してくれ。やめだ、で立派に言い開きの立った拙者だ。それをよくもこんなむごい目に遭わしたな。おい、どいつもこいつもこうなりゃこの貧乏長屋全体が止めんだぞ。え、拙者は知らんぞ。俺も知らんぞ。おいらも知らねえで、俺らも知らねえ、俺らも知らねえ、俺らも知らねえ。おい、一体どうするんだ。どうすると言ったっておめえ、勘十は来ていなかったかい。知りませんが。おい、早くしめ、早くしめ、そうそうそう、上がるんだ上がるんだ、そう。え、では下手人はやっぱり勘十でしたか。うん、一旦お許しになったのがな、おぶしめしのあってのことじゃ。いよいよ罪状が明白となって改めてお召し取りになるんじゃ。え、そんならやっぱり。一時の興奮からとんでもないこといたしました。何分ご覧の通りの寂しい家内、もしものことがございましたら後に残るものがあまりにかわいそうでございます。
お許しなデートでございましょうが、どうかわしたちを助けると思いなすって、ただいまの失礼は水にお流しくださいして、このままお立ち退きくださいましをお願いいたします。どうかお願いいたします。バカ野郎、バカもバカも大バカ野郎の根本的だ。なぜそれをもっと早く言わねえんだ。では幹事はすでに召し取ったと申すのか。は、はい、実は、おい、は、は、おお、どうぞこちらへ。お、八、二か。あ、黒川勘十郎は召し取ったであろう。いえ、召そうな。そんな人存じません。おお、大変だ、大変だ、大変だ。おい、大変だ。おい、すみません。え、逃がした。どいつもこいつも大馬鹿ぞろいだ。長屋のやつら一人残らず集めてこい、集めて。お、いくらでもらえます。下手するとこれもなんだ。頼むぜ、頼むぜ。十郎。はあ。どうじゃ。もはや
らしたであろう。と申しますと何のことでございます。この着物に覚えがあろう。あの時の着物だ。その方が宅の天井裏より出たるものじゃ。少々に血のりの跡のあるのはまさしく当時のものに相違あるまい。いや、思いもよらぬもの、さようなものが手前宅にありましたとはただいま初めて承知いたしました。しからばせんだってその方が着せし着物とこれなる着物の紋所が合っているのもただの偶然じゃと言い張るのか。はっ、それはさようでございましょう。第一、再三申し上げますように紛失の百両のありかは。お上に手数をかけるしぶといやつめ。それ引っ立て。はっ。あっ、どうじゃ、これでも覚えがないと申すか。何者でございますか。手前一向に。黙れ。かくまで動かぬ証拠があるにまだ視野を切ろうといたすか。不届き者め。お上がさような盲目と思いおるか。何じらごとき邪智を持ってこの忠相を欺瞞いたさんなどとは承知のくじゃ。なおこの上に口を割らずはここに類なき拷問を持って何じら体に用してみせるぞ。さあ肝を据えて返答いたせ。恐れ入りました。天地に入れぬ大家同盟、追って沙汰いたす。それ引っ立て。はっはっは。立て立て立て。米屋一郎兵衛、ただいまその方も聞きおよびしており、戸賀人は黒川勘十郎に決まりしぞ。しかるにその方小野が下女の不義も存ぜず、一時の疑いより罪なき駒込彦兵衛をまことの戸賀人と言い立て、彼が命を縮めしだもってのふかふらし千番。この段言い訳あるかどうじゃ。追って何分の沙汰いたす。町内にて厳重に預かりおけ。様、ただいまのお方は無実の父を訴人されたばかりに厳しいお咎めをお受けになりました。さすれば無実の父をお仕置きになさりました。お奉行様は何。お奉行、お奉行所のお手落ちはいかがなるのでございます。えべ、それは物の通りだ。恐れながらお奉行様、それを言ってどうなるのでございます。お、そうだそうだ。まさかご身分のある方のお手落ちと身分のねえ者の手落ちには片手落ちはねえんでござんしょうね。彦三郎、その方は若年ながらあっぱれなものじゃの。褒めとらすぞ。その方たちの申す通り、たとえ越前たりとも手をはそれ相当のお咎めを受けねばならぬ、また詫びねばならぬことは心から詫びる。いえ、決してお詫びなどとは申しません。お願い申します。父を、父をお返しなされてくださりませ。
これ、なんという無法なことを言うんだ。そうだそうで、いくら入っても神だからって、罪とはもねえものを大根か何かにずたずたやろうってたまらねえよ。こいつはいつも消してもらえてよ。そんな、その無体なことを言うものじゃねえ。一旦お仕置きになったものが、まあ、その何もかも災難と諦めるんだ。何者かいでお奉行様を困らせるもんじゃねえ。いや、相手がお奉行様になればこそ、しかも名奉行と世間で褒める大岡様になればこそ言いてんだ。ここ一番大岡様の男を見せておれるもそうじゃねえか。なお、そうだそうだ。こりゃ両人、この忠相が男を見せればその方たちは何といたす。え、じゃあ何ですか。四郎さんを生かしてみせると言いなさるんで。そうじゃ、その暁は。冗談じゃねえ、死んだ人間が生き返りゃ。おっしょ、頭山のてっぺんからしゃっちょこ立ちて降りて品川の水を飲み干してみせなさ。あっしはその残りの水をへそで沸かして一杯ごちそういたしやすね。おやまずながらその時はわしが上手になって一服自賛いたしましょう。しかと、そういないな。おっと、待ってくれ。できねえ時はどういうことになりやすんで。おお、その時はこの忠相を存分にいたすがよいが、まずあれを見よ。はっ、あっ、お父っつぁん。ええ、さあ、存命との約束じゃ。この場に及んで違約はならんぞ。それ、三名の者を取り逃がすな。吟味中、白状いたしたとはいえ、四個兵衛が言職、言葉の節々にも合点の床の者があるゆえ、牢内にて病死いたし、他の罪人を仮に身代わりの晒し首といたし、密かに真実の罪人を探していたのじゃ。しかるにその方たちの力をもってめでたく事件落着、この上の喜びはないのじゃ。それぞれ神よりくださるご褒美、ありがたく頂戴いたせ。はっ、へっ、へっ、ありがたく頂戴いたします。ありがとう存じます。頂戴いたします。ありがとう存じます。